アイルランド憲法は、アイルランドという国家の基本をうたう法律。1937年7月1日に国民投票で採択され、同年12月29日に施行された。この憲法は独立アイルランドの二つ目の憲法として、アイルランド自由国憲法に変わるものである。アイルランド憲法は概して自由民主主義の性格を持つものである。 この憲法によって、間接民主制に基づく独立国家が築かれ、また基本的な権利、大統領の選出、権限の分立、司法による判断がそれぞれ保障されることが定められた。アイルランド憲法の改正は、国民投票によってのみなされる。エモンデバレラアイルランド憲法は、1922年12月6日に、グレートブリテン及びアイルランド連合王国より、 独立したアイルランド自由国が成立してから、効力を持っていたアイルランド自由国憲法に変わる、ものである。旧憲法が変えられた動機には、主に二つのものがある。まず旧憲法は、アイルランドの多くの人にとって、批准に激論が起こった、AI 条約を思い起こさせるものであった。もともと条約反対派は、アイルランド自由国という新国家への参加を拒否していたが、 1932年になると、条約反対のフィアナフォイルが政権についた。AI 条約で自由国憲法に盛り込まれることが求められた条文の多くは、憲法的土着性と呼ばれる法のナショナリズムという理念によってことごとく廃止された。例を挙げると、数イン、イギリス王室、総督に対する忠誠の誓いに関する規定が除去された。 1936年12月にエドワード8世が突然退位したことは王政との関係を見直すことに利用された。ところが、英文でバレラを主犯とするフィアナ・フォイル政権は旧憲法をイギリス政府から押し付けられたものとして見ており、なおも新たな全くのアイルランドのものとしての憲法制定を望んでいた。新憲法制定の二つ目の動機は、 自由国憲法がたびたびその場限りと言っていいほどの修正を繰り返してきたということにある。1922年以後、自由国政府は議会の採決で憲法改正を行うことができるとする憲法の規定を乱用した。時には議会で定めた通常の法令にその法令が憲法にそぐわないものであればその法令によって憲法が改正されたものと、 解釈するというような包括的な規定が含まれていた。このような理由からしても自由国憲法は完全に廃止し白紙の状態にするべきという考え方が大勢を占めた。新憲法はもっぱらデバレーラの功績とされるが、実際にはデバレーラは作成の監修に当たっただけであった。新憲法はアイルランド語と英語の二言語で起草されており、 前者はリステアド・フォーハルーでの助けを受けた、教育省職員のミカル・グライ・オブ・サが後者は、対外関係省司法顧問のジョン・ハーンがそれぞれ担当した。法務長官や行政評議会議長府の高官らと対立していたで、バレラは、当時対外関係省を兼務しており、そこで、英語版の起草に、対外関係省の司法顧問を起用したのである。 新憲法はまず英語で起草され、それを単にアイルランド語に翻訳していくものだと考えられていたが、実際には作業に当たったものが双方の文案を交換しながら、両方の言語で同時に起草された。そのため多くの箇所で文章の解釈が異なるということが起きている。両言語版で文章が競合している箇所については、 アイルランド語版の解釈を優先することになっている。新憲法は1937年6月14日に、当時一員制議会だったドイルエアランで採択され、同年7月1日に総選挙と同時に実施された国民投票で承認された。これを受けて、同年12月29日にアイルランド憲法は施行された。このフィナゲール、労働党といった 統一主義、コモンウェルス体制支持派や男女同権主義を掲げた、主要野党の支持者は新憲法に反対したのに対して、フィアナ・フォイル支持者や、共和派が新憲法の思考を支えた。新憲法が採択された際に、その思考が自由国憲法に照らして合法的な改正であるか、あるいは違憲であるのかということがはっきりされなかった。新憲法の思考が、 自由国憲法に違反するものであるとすれば、新憲法志向は平和的革命と考えられることになる。デバレラ政権は国民主権の原理により国民投票で国民が承認すれば、新憲法が旧憲法の規定に沿って採択されるということは必ずしも必要ではないと主張した。それでも、なお新憲法に対する合法性の審査を回避するために、 上訴審判事には新憲法が施行された時点で、新憲法を支持するという公式な声明を発表することが求められた。アイルランド憲法成分は、全文と16の見出しにまとめられた50カ条の条文で構成されており、全体でおよそ1万6000語からなる。見出しは次の通り。アイルランド憲法には上記に加えて、1941年以降は、 その定めにより、成分から省略されている経過規定が含まれている。法的にはこれらの暫定規定は有効であるが、現在ではそのほとんどの機能が果たされている。すべての権威の原初であり、また我々の究極の目的である、人類と諸国家の行動の帰結であるイタリ性の神の名において、我々エーレ国民は、数世紀にわたる試練を通じて、 我らの祖先を励ましたもうた我々の主イエスキリストに対する我々の義務を謙虚に受け入れ我々の国民の正当な独立を奪還するための我々の祖先の英雄的でかつ絶え間ない闘争を感謝の念とともに思い起こしまた個人の尊厳と自由が確保され社会の秩序が維持され我々の祖国の統一が回復され他国との間で協調が構築されるように 資料、正義寛容の然るべき実現をもって、公共の利益の促進を希求して、ここにこの憲法を採択、施行し、我々自身に付与する。アイルランド憲法第8条では、以下のように歌っている。第8条第1項アイルランド語を国語として第1、公用語とする。第8条、第2項英語は、第2公用語として認める。 第8条第3項ただし、一、またはそれ以上の公の目的のために、国家全体、または、その一部において、全2項の言語のいずれかを単独で用いることを、法律によって定めることができる。ただし、これまでに、第8条第3項による法令が定められたことは、ない。憲法のアイルランド語版は、英語版に対して優先される。 しかしながら、第二次改正ではアイルランド語版の方が英語版に近づけるような形に変えられている。憲法では、英語版でも多くのアイルランド語の表現を含んでいる。自由国憲法では、アラクトゥス、ドイルエアロン、ショーなどエアロンというアイルランド語語が先に出ていたが、この憲法では、政府の長およびその副官を示す T シャックとタネーストが最初に用いられている。 アイルランド憲法では、議員内閣制による統治体制を定めている。この体制の下直接選挙で選出され、ほとんどが儀礼的な役割である大統領、ティーショックと呼ばれる政府の長、ウラクタスと呼ばれる議会が規定されている。ウラクタスは直接選挙され、上院に対して優越的地位を持つ会員のドイルエアランと上院のシャナズエアランで構成され、 シャナズは一部が任命制、残りが間接選挙で選出されている。また最高裁判所を頂点とする独立した司法機構が規定されている。第28条においてアイルランド憲法は国家に対して戦争または武装放棄が発生した際に広範な権限を与えており、この戦争または武装放棄には国家が直接参加していない。 武力衝突を含んでいる。このような状況において、ウラクタスの両院は、国家非常事態を宣言することができる。非常事態時には、ウラクタスは平時においては、違憲となる法律を可決することが認められ、また政府が少なくとも、ウラクタスが可決した法に従ったと主張すれば、政府の行動についてもウルトラビーレスや違憲とされない。 ただし、2001年の改正で導入された死刑の禁止は絶対的なもので、戦時においても禁止される。1937年以降、アイルランドでは国家非常事態が二度あった。一度目は1940年に第二次世界大戦によってもたらされる国民の安全に対する脅威に対応するために宣伝され、二度目は1976年に、 アイルランド教は軍暫定派による国家の安全に対する脅威に対処するために宣伝された。見出し、基本権に列挙されているもの上記以外で規定されているもの第45条は社会、経済政策の広範な原則の要点がまとめられている。ところが第45条の初規定は立法の指針に過ぎず裁判所において適用されるものではない。 21世紀において社会政策の指針原則は議会においてあまり議論に挙げられていない。しかしその廃止や改正については提案されたことがない。社会政策の指針原則をまとめると以下のようなものである。アイルランド憲法の経過規定は第51条から第63条の13課上でなり、旧性化の機構、制度を新国家に円滑に移行するための規定が、 定められている。第51条では、議会が定めた、通常の法令によって、施行後に憲法を修正することについて定められている。残りの12課条は、行政機構と立法機関の移行、再構築、行政の連続性、初代大統領の就任、裁判所の暫定継続について定めており、また、法務長官、会計検査官、国防軍、 警察の継続についても規定している。現在では、経過規定は、アイルランド憲法を記載しているすべての公式文書から省かれている。これは、第51条で、1941年以降は、公式文書から省略するよう規定しているためである。ところがこれに反して、第52条から第63条は、法的効力を持ち続けており、そのため記載がなくとも、 憲法の不可分の一部として残っているものとされている。このような状況を示すものとして1941年の第二次改正にあたって公式文書に記載がないにもかかわらず第56条が改められた。経過規定で求めていた正確な内容は初代大統領が就任した日から発行されるすべての文書から第十二条から第十三条を省略し、 また、第51条は、初代大統領就任から3年後に省略するという、ものである。他の条文と異なり、第51条は、文書から除去された時点で法的効力を失うということが明確に定められている。アイルランド憲法を改正するにあたっては必ず、国民投票を実施しなければならない。憲法改正手続きは、第46条に、定めがある。 憲法改正にあたってはまず、ウラクタスの両院で改正案が採択され、次に国民投票で賛成され、最後に大統領が署名することで発行に至る。アイルランド憲法はこれまでに21回の改正がなされている。改正に際して、妊娠中絶、離婚と欧州連合関連を扱う内容のものは大きな議論を起こしてきている。アイルランド憲法は、 自身を国家の最高法規であると謳い、最高裁判所に憲法規定の解釈と最高裁判所が違憲と判断した、ウラクタスの方や政府の活動の無効化を実施する権限を与えている。1937年以降、違憲審査において憲法条文の極めて広範な意味が考察、発展されてきた。1999年に最高裁判所は、 直後に改正される以前の第2条を呼び、第3条は国家に対して裁判の当事者となる義務を負わせるものではないと判事した。第41条の家族についての法令によって制限されない諸権利、すべての実態法に優先する権利について最高裁判所は婚姻中の両配偶者に対してプライバシーについての広範な権利を付与するものと解釈している。 1974年のマギー・ブイザー・アトーニー・ゼネラルの案件で裁判所は第41条の権利を根拠に非認具の販売を禁止した法律を無効とした。また裁判所は第40条第3項について議論を起こす解釈をしており、この規定が妊娠中絶を禁止しているとした。1992年のアトーニー・ゼネラル VX の 案件で最高裁判所は国家は母親が自殺する恐れがある場合にその母親の妊娠中絶を認めなければならないと判示している。1937年の制定時からのアイルランド憲法の第2条と第3条はアイルランド全島を単一の国の領域としていたがこれについては論争があった。第2条と第3条は 非合法の領土侵害に等しいとした北アイルランドのユニオニストの怒りを買った。1998年のベルファスト合意によって、アイルランドは第2条と第3条から国の領域に関する記述を削除し、アイルランド島の両地域の多数の合意によってのみアイルランドが統一されると改めた。新第2条、新第3条ではまた、 北アイルランドの住民に対して、アイルランド国家の一部としての権利を保障している。アイルランド憲法では崇拝の自由を保障し、国家による国境界の創設を禁止している。かつては憲法において、カトリック、アイルランド国境界、長老派教会ユダヤ教など数多くの宗教を明確に認知していた条項があり、さらに議論を起こしたものの、カトリックの 特別な地位についても認めていた。ところが1973年の国民投票で、この条文は削除されている。それでも、なお憲法には宗教に関する明確な記述が多く、残っており、例えば前文や大統領による宣誓などがあり、また第44条第1項には次のように、歌われている。国家は、国家の崇拝の対象が、 全能の神に向けられていることを認める。国家はその御名をあがめ、その教えを尊び重もんじる。1983年には、憲法に妊娠中絶の禁止が加えられている。ただし妊娠中絶の禁止規定は、自殺の恐れを含め、母親の生命を脅かす場合には適用されず、また他国での妊娠中絶についての情報を伝える。 ことや、妊娠中絶を受けるためのとこの自由を制限するために適用されてはならない。アイルランド憲法には、カトリックの社会的距離を反映した多くの考え方が見られる。このような距離は、社会政策の基本原則や社名図の選出に使われている職業委員会制度の規定に含まれている。また、アイルランド憲法では、家族制度について、 極めて広範な権利を付与している。現在は削除されているものの、1937年に制定された当時、憲法には特に離婚の禁止とカトリック教会の特別な地位についての規定が論争となっていた。第44条第1の2項、第1の3項では以下のように歌われていた。近年の憲法論者は、憲法の原文が今日において、 全く適切なものであると主張することは少ない。そのような論者からは以下のような意見が出されている。ところが特定の宗教を認めていた第44条、第1の2項、第1の3項は1973年に憲法から削除された。また1996年には離婚の禁止も削除された。しかしながら、 宗教的な条項は全文を含めて残っており、なおも広く議論されている。アイルランド憲法は、女性の投票権、国民性に対する権利、市民権を保障している。しかしながら、憲法では1937年の施行時に、女性団体から反発されていた規定が含まれている。しかしながら、第41条、第2の一項は1930年代の、 状況において当然と考えられていたが、この規定は強制的なものではなく、女性が家庭に留まるという憲法上の義務はないと指摘するものもいる。むしろ、この規定は家庭に留まる女性が社会に貢献する無償の役割の価値を強調するものだとする意見もある。1949年、アイルランドは共和制国家であるということが正式に宣言された。 しかしながら、アイルランドがあらゆる法令において共和国であるとも、正式な国名がアイルランド共和国であるとも明らかにされていなかった1937年から1949年の期間は、アイルランドが共和国であったのかどうかということが議題とされている。今日に至るまで憲法では共和国という単語が使われていないが、アイルランドが主権を持ち、 独立した民主国家であり、すべての権限は、神の下において国民から由来するものであると謳う、規定は含まれていた。それでもなお議論では主に、1949年、以前は国家元首がアイルランドの大統領であったのか、あるいは、ジョージ六世であったのかという疑問に焦点が当てられる。アイルランド憲法は国王に言及しておらず、その上大統領が、 国家元首であるということにも触れていない。大統領は政府の任命や法律の発布などの通常国家元首が国内向けに行う役割の一部を実行していた。しかしながら1936年、ジョージ6世は神の御名においてグレートブリテン、アイルランド及び英海外領国王、競技の守護者、インド皇帝に即位し、 また1936年執行憲法で外交においてアイルランドを代表するのは国王であるとしていた。そのため条約は国王の名で署名され、また国王は全権大使に信任状を発行し、また外国の外交官から信仰状を受けていた。国家を対外的に代表するということについて多くの学者は国家元首として特有の性質と考えている。 この特質からして外国はジョージ6世をアイルランドの国家元首としていたということが言える。1949年アイルランド共和国法が制定され、アイルランドが共和制国家であるということを明示し、また国家の代表がジョージ6世からアイルランド大統領に移された。この時憲法には一切の改正がなされなかった。 アイルランド憲法では国語をエイラ、英語ではアイルランドと定めている。当初、憲法草案では国語をエイラだけにしていたが、英語版ではドイルでの議論によって、英語表記を併記する形に修正された第四条と、エイラのみが使われている全文を除いて、エイラからアイルランドに書き換えられた。 国語をめぐっては長らく、イギリス政府とアイルランド政府の間で論争となっていたが、後に解決されている。アイルランド憲法第41条第1の1項は、家族を、社会の自然的基本集団であり、また不可侵で法令に拘束されない権利を持つ、道徳規範で、全ての実態法に優越すると定め、国家による保護が保障されている。 ただしこれらの権利や保護は、あらゆる家族形態に認められているものではなく、自由主義者、平等主義者、シングルペアレント、事実婚者、同性愛者、LGBT 人権活動家からは、失望を買うものとなっている。婚姻制度は憲法において、恩恵的地位を受けている。憲法では、婚姻に基づく家族のみが想定されており、 特に第41条第3の一項では国家は家族を形成する基本となる婚姻制度について特別な配慮を持って保護すると謳っている。この規定により婚姻を伴わない家族集団は第41条による税制、相続、社会福祉といった包括的な保護政策を受けることができない。 1966年のステートブイアンボードウッチーターラの裁判では一時期は同居し共に自分の子供を育てていたもののその子供の母親と数ヶ月の間別居していた未婚の父親に対して母親がその子供を養子に出したいとする意思を止めることを定めた第41条の規定を行使することを認めないとした この裁判で最高裁判所判事のジャスティス・ウォルシュは、第41条に言う家族とは、婚姻制度に基づくものであると述べている。アイルランド憲法はたびたび見直しが議論されている。第1次委員会、フィナゲールのドイル議員事務をキーフを長とする、第1次全党委員会は2本の中間報告書を発表している。第2次委員会、第2次委員会は、 フィアナ・フォイルのドイル・ギン・ブライアン・レニハンを調とした。この委員会は5本の報告書を発表している。また、第2次委員会では委託で以下の2本も発行している。第3次委員会第3次委員会は、フィアナ・フォイルのデニス・オドノバンを長としている。第3次委員会は、自らの使命を、憲法全体を改めることを目標とし、これまでの委員会が長年にわたって進めてきた。 憲法改正の計画を完成させることとしている。また、憲法改正のための唯一の制度として、国民投票を行う他の国にはこれほどまでに野心的な目標はないとした上で、改正に向けた作業は前例のないものであるとしている。委員会は、その作業を改正の形態によって3つに分類している。第三次委員会はこれまでに三本の報告書を、 発表している。第三次委員会は残る作業を以下のように要約している。ありがとうございます。